こんにちは、名古屋大須のアビシルバーズです。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回ですね、こちらちょっと画面からもはみ出るほどのこのバッグを紹介したいと思います。こちらですね、ボディバッグになるんですけれども、かなりインパクトのあるすべてクロコダイル、そしてこのベルト部分は尻尾でできております。でボディバッグなんですけれども、このクラウンですが、大きさがだいたいこのサイズですね、15センチ超えですかね、15センチですねになります。でこのカバン自体はだいたい、そうですね、これちょっと30センチ定規なんですけれども、まあ40センチぐらいあります。でこちらの方がだいたいなんですけど18センチぐらいですかね。でこの厚みなんですけれども、これがここから15センチぐらいあるボディバッグなんですけれども、これすべてこれですね、この部分全部クロコダイルでできております。そして後ろのジッパー部分、このベルト部分ですね、これは尻尾が使われております。ちょっとご紹介するのにちょっと後ろの方に行かないと入らないですね。でこちらちょっと中を開けていきます。中はですね、このようなチャイニーズシルク、赤と黒ですねになっております。でポケットが1個、こちら2個、2つですね、ポケットがありまして、本当にシンプルな、こうガバッと何でも入るようになっております。でちょっとですね、今これをつけてみます。これがつけた感じになります。全体的にですね、こっからこうすべてクロコダイルになっておりますので、後ろから見てもめちゃめちゃインパクトがあります。で横からちょっと見ていただきます。前から見るとこんな感じですね。で横から見るとこのようなインパクトになります。でここからジッパーをこう開けて、こうダブルジッパーになっておりますので、このようにこう開けたりできますね。で結構前に来るので物がこう取り出しやすくて、カバンの中から財布とかですね、パッと取り出せるような作りになっています。結構かなり荷物の少ない方だったら、本当一泊旅行とかでも全然入るのかなと思います。でダブルジッパーなので、上と下からジッパーが動くことができます。とにかくですね、こう怪獣のような大きさのインパクト、このクラウンだけで15センチありますので、で下の方にもですね、このように少しバックボーンが見えます。で横の部分はですね、同じワニでこう作ってありますので、この部分はかなりお腹なので柔らかくなっています。であとですね、この後ろの部分はこう背中がこう見えますので、どの部分にもこういろんな、こっち手の部分になりますね、こちら手の部分になって、ここがお腹であったりとか、ここが手の部分であったりとか、いろんなこう一匹丸々すべての部位が使ってあるので、このカバンだけでどんだけこのワニが大きいか、でいろんな部位が使ってあるので、もう一匹丸々背負ってるような感じにもなります。かなりインパクトがあります。ここもポケットがついてる。で、後ろにもですね、このようにポケットがついてます。
財布も入るぐらいの大きさになっておりますので、でジッパーには指がついてますね。でここのハンドル部分で操作ができますので、これもちなみにクロコダイルが使ってあります。 YouTube の概要欄の方にホームページに飛ぶリンクがございます。そちらの方にもいろんなアイテムがありますので、そちらも見ていただくと嬉しいです。ありがとうございます。